皆さんこんにちは。3月26日時刻は11時を回りました。山田みなみワンダフルワールド、今日は収録です。担当はチャーリー山田みなみで、この後50分間お送りします。ゴッホの描いた油絵で空が青くない風景画に出会いました。じっと見つめていると赤や黄色、緑などいろいろな色が複雑ににじみ合っていました。でもなんだか青の仲間の絵の具で表現するより、その方がずっと空の青さ、広さが伝わってくる気がしました。皆さんに伝える言葉もそんな風に直接的じゃなくても、深く胸に何かを感じさせるものであったらと願いたい。そう、ゴッホの絵のように。沖縄県北谷町 FM 未来から今日は収録でお送りしています。山田みなみワンダフルワールド。この番組のお便りは FM 未来のホームページからリクエストを検索し、山田みなみワンダフルワールド、またはで、さっきちょっとだけ魂が見えたチャーリーと天狗でやります。それでは番組の最後までお付き合いください。もし私が沖縄ではなくどこか別の土地に生まれ育っていたら、言葉を伝えることを仕事にしていただろうかと思うことがあります。普段何気なく使っている言葉、私にとって言葉を伝えることは仕事というよりも生きることすべてにつながっている気がして、それは私が沖縄で生まれ育ったことと深く結びついているように思います。山田みなみワンダフルワールド。ランチの前のひととき、ちょっと幸せを発見したりきっかけを見つけてほしいという思いを込めて番組をお送りします。この後11時50分まで、今日は収録です。お楽しみください。さあ、今日は収録ではあるんですけれど、月に1回お届けする音楽特集ということで、ミュージックラインナップをお届けしていきたいと思います。私とチャーリーさんが曲を何曲か選曲してますので、その曲を紹介していきたいと思います。さあ、それでは早速いきましょうか。では1曲目から。1曲目は私が選んだ曲です。沖縄在住の沖縄出身フォーピースバンドセブンウップスでサンライト。セブンウップスって七重がやってるやつ。ああ、そうです。七重知ってるんですか。まあ、ラジオ無視してる。あ、そうなんですか。へえ。今何だこれ、沖縄限定 CM オーディショングランプリ曲、サンライト。これと、セブンプスと、あとホーム歌ってるの。ホーム歌ってる。聞くのっていうの、CM って。ホームって沖縄の歌ですか。聞くのっていうの。男には男のなんたらかな。セブンプスって4人 ?3 人 ?4 人です、これアーティストの、セブンプスの名前の由来は、七重の7で7と、がえってびっくりマークじゃないですか、えって、に英語表記をびっくりマークにしたのでセブンウップス。ウップスってちょっとなんかえみたいな、びっくりみたいな。不評みたいな。不評とは違うんですよね。不評はまた別じゃないですか。アニックス。アニックス。アニメソングをなんかこう
全部集結させて、うん、このセブンウッズが歌ってる、うん、そのリリースしてるんですけど、なんか声的にアニメの、うん、アニソンっぽい声、うん、そうですね、うん、ちょっとなんかジュニマリとかに似てますね。 あとこの間来てたポートリバース、サミさんに声が似てる、うん、なんか今度あれするなんかやるって言ってたよ。あ、ライブですか。ライブもあるけど、はい、違うのもなんか踊りする、うん、あ、もう終わったんじゃないですか。やった？ FC 琉球のでもないですか、うん、ハーフタイムに歌うっていうやつ。あ、それも載ってたけど、うん、何かの、うん、文化で鳥をするって言ってた。ああ、なんだろだって歌っている。歌うことが大好きなあなた。おじさんメール来てます。いや、来てないです。はい、最近もメールは来ないですね。そこに入ってない。どうなんですかね。チャーリーさんのやつはこっちで見れましたけど、ここに来てますよ。あ、来てますか、うん、あ、じゃあそこで読んでください。少ないんですよ。トランプセブンって読んだ。何日なんですか。先週のは読んでないです。先週も来てますか。ラジオトランプセブン読んでる。なんかアイロンとかにかけそう。ラジラって来てる。ここには入ってないです。あ、入ってる。3月19日のですか。うん、3月19日のは有名だと思いますよ。アップルパンチラジオとか有名じゃないかもしれないです。おいしい。アップルパンチリケーストホームからメールしてます。聞くだけです。読んでないです。こちらに読んでない。弾きたい曲があります。うん、柏原です。もうびっくりしたよね。はい。どうしたんですか。いけないよね。僕、あの、時々何か物を読んでる時にそこになんか入る習性があるんです。はい。周りのことが見えなくなるんです。うん、いや、そんな怖い声じゃない。いやいや、そんな怖い声じゃないですよ。こんな声です。僕なんかあのちゃんと周り見ないとダメですよ。いつどう襲われるか分かんないですからね。どうしますか。ナイフ持った人がもし来たら危ないじゃないですか。危ないんだけど、うん、あれね、はい、なんかいきなり、うん、いきなりアフリカになんか、はい、
アフリカ？アフリカに体が移動したって雰囲気でしたよ。いやあ、あそこはバークレーのベスト電気前ですよ。最近、って言って、なんか人に脅されたことないでしょ。あ、私ですか？驚かされたことはないですね。わーでしょ。いや、わーって言いましたよ。いや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 、大げさですって。さあ、今日は、はい、ミュージックラインナップということで、はい、月に1回、はい、あ、このミュージックラインナップですか？ワンダフルワールド、ミュージックラインナップみたいな。そうですね、うん、はい、ちょっとだけ好きなんです。ありがとうございます、はい、もっと好きになってもらえると嬉しいですね、この番組を。曲をね、はい、できるだけかけたいので、少しおしゃべりをね、はい、ちょっと遠慮して。そうです、早速、遠慮して次の曲行きたいんですけど、はい、まあ、入る前にはやっぱりちょっと曲の、ね、紹介をして、あ、ちなみに、はい、そうです、セブンウップスの、うん、こちら沖縄出身の4ピースバンドの曲で、うん、サンライトという曲だったんですけど、うん、沖縄出身で沖縄在住のこちらは4ピースバンドなんですよ、はいはいはい、でセブンウップスっていう名前なんですけど、はい、ボーカルが七重さんっていう方がいて、うんうん、まあ、七重さんの7で7ですよね、うん、と七重の絵に絵を、絵ちっちゃい2をつけて、うん、七絵って分けたんですよ、うん、こう名前を、まあ、なぜか、なるほど、ね、で、まあ、7と絵で、うん、こう英字表記表記にして、うん、7とびっくりマークになったと、うん、でそこから7でウップス、びっくりって英語でウップスっていうので、うん、ウップスです。これセブンウップスという名前になりました。綺麗な名前ですね。うん、そうですね。ちょっとセブンアップっぽいじゃないですか。セブンアップっぽくもあります。はい。なんかこうデザインもセブンアップっぽくないですか？可愛いですね。こうびっくりマークに顔が描かれてるんですけど、セブンウップス。なんかアメリカンな感じがするかなと。うん、このセブンが本当にセブンアップのセブンをなんかちょっと。うん。パクった感はちょっとあるかもしれないですね。ね、はい、ここ1年セブンアップ買いました、ね、買ってないですね。でしょ、うん、僕もここ1年セブンアップ買ってないんですよ、はい、でもなんでか知らんけど、うん、お店にセブンアップ、ね、たくさん並んでますけど、並んでます、まあ、セブンアップと関係ないですけど、ぜひ関係ないんじゃないですか。しかも買ってないじゃないですか。これ聞いた方は飲みたくなったかもしれないですからね。そうそうそう、セブンアップ、セブンアップ、はい、応援していきましょうね。はい、では次の曲お願いします。僕ですね、はい、前レッドクリフっていう映画があったんですよ、うん、はい、知ってますよ。レッドクリフ知ってますよ、はい、ジョン・ウー監督、うん、でその中にリー・リンチですね、素敵な女優さんと、うん、それから金城武とかいろいろ出てたんですけど、うん、その中で主題歌に歌ってたのが、はい、アランっていうですね、これは香港の、うん、まあ、アーティストなんですけど、うん、彼女が歌ってた曲で、赤壁デッドクリフ。中国語ですか？なんていう題名ですか、これ？これ2つ、日本語と中国語バージョンで。へー。チュン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 。自分こっちの方が好きだ。日本語版は誰が歌ってるんですか？自分で歌ってる。あ、すごい。へー。中国人ですよね。中国とか韓国ってすごいですね、うん、丸暗記して歌いますね。そう、女優デビューもしたわけ、うん、日本に来て、で、話してみよう中国語講座で、はい、講師としてやってましたね。うん、
PV だっけ、うん、プロモーションビデオ、プロモーションビデオだっけ、はい、ちょっと見てみてください。綺麗な、これがあれ、ちょっと話せたよね、うん、この人もこの映画に出てるんですか、うん、この曲だけを歌って、中国のデカプリオみたいな、ちなみにこれにあれも出てるの知ってた？あれ、日本人の誰ですか？金城武士ともう一人前、竹内優子の旦那さん、指導、ああ、そうそう、へえ。中村獅童さん、中村獅童、三チンワンチョンチン、ションシャシニベロア様、いい曲ですよね、うん、ああいい曲です ね、 いいね、初めて聞きました。いい歌声ですかね。いい歌声ですね、はい、なんかこのアーティスト今動画で見ましたけど、はい、浜崎あゆみさんに似てますね、うん、似てますよね、うん、綺麗な顔でした、綺麗な顔ですね、うん、なんですけど、はい、レッドクリフっていうのは刺激の戦いっていう、はい、男の子だったら誰でも知っているですね、三国志っていう漫画があって、はい、その中で諸葛孔明とかですね、うん、それから劉備玄徳とか曹操とか、中国の一大スペクタクル歴史ロマン、うん、それを映像化したのがレッドクレー、歴史映画、歴史映画ですね、すごいですね、これにかけたお金とかですね、それから当時の、うん、まあ、使ってた食器とかですね、うん、いろんなのが出てくるんですけど、はい、いいなと思ってですね、うん、ありました、はい、先ほどのものでセブンプスとは全然またね方向性がそうですね、なんか映画の主題歌っていう時点でもまあ、また違いましたけどね、なんかオーケストラみたいな、うん、ババンみたいな、はい、はい、続いて山田さん、はい、私の曲では紹介します、うん、続いては、うん、洋楽カバーベストアルバム、うん、これはジュジュさんのナンバーなんですけど、うん、3月に発売されたアルバムで、うん、まあ、これは曲何曲入ってたかな、こう全ての曲 10曲ぐらい入ってたかな、が、洋楽アーティストのこうヒットした曲をカバーしている、JUJU さんがカバーしています。今回かける曲は、まあ、おすすめの曲ということで聴いていただきたいと思います。ん、あ、これがあれです、下からレコードに入ってる下から2番っていうやつ、これは1番です、下から1番、あ、下からナンバー1をかけてっていうやつです、下から2のナンバー1ですね、はい、そうです、うん、はい、お願いします、ではおかけします、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、ジュジュの、カバーベストアルバムタイムレスからザ・ローズです。YouTube も流れてますよ。確かに何かで出てたよね。この歌何でしたっけ？何だったかな。何だったかな。これあれ。ジュジュの何？
ジュジュがカバーしてるんですけど、うん、本当はベッドミドラーっていうアーティストの曲です。なんだ、ベッドミドラー、タイタニック、ザ・ローズで、映画はローズかな。あ、わかった、思い出した、ローズ、あれが出てた、ジャス・ジョプリン、あの、あれ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 、花束を、アルジャーノンに花束を、アルジャーノンに花束を、あはいはいはい、あれ、なるほど、あの子、ジャニーズのですか。そう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 、ヤマピー。あ、ヤマピー、あー、そう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 、これだよこれ、新しい曲だったなと思って。あー、ローズ、急激に発達していくんだよね。あ、アルジャーノンに花束ですか。うん、最初あの少し試合が遅れていて、うん、はい、それを取り戻すために薬を打つことでだん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 知能が発達してきて、うん、今度は発達しすぎて、うん、で今度また逆に退化していくっていう、あ、また元に戻っていく。あ、アルジャーノンに花束のは見てないです、私は。見てない。うん、映画にもなって、うん、その映画をリメイクしたのがこのヤマピーのアルジャーノに花束。ローズ、映画、ローズっていう映画もあったみたいですね。うん、で、ローズがグラミー賞。ジュジュの洋楽カバーベストアルバムタイムレスからザ・ローズをお届けしました。これはオリジナルアーティストはベッド・ミドラーさんというアメリカ合衆国出身の歌手ですね。もともとこのローズという映画があって、でその主題歌としてか、はい、かかっていた曲で、まあ、この曲が、1979年に、グラミー賞を受賞したということです。この映画のローズのストーリーがですね、はい、ベトナム戦争時代の60年代、アメリカを舞台に酒と麻薬に溺れながら歌い続けた女性ロックシンガーローズの愛と劇場の人生を描いたということで、なんか確かに60年代って感じがしますね。あ、この歌は、はい、なんか愛は花、君はその種子っていう、こう日本語訳もあって、はい、まあこう日本人のアーティストもこうカバーしてたりするようです。それぐらいこの曲って誰もが聞いたことがあるっていう曲ですよね。最近ではね、さっき山田さんが言ったアルジャーノ、あなたが、はい、主人公になった物語の主題歌にも、うんはい、どっかで聞いたことあるなと思ってたらそれです。すごい、この方もう70歳ぐらいになるんですけど、うん、この今まで受け継がれてるっていうのがすごいですね。そうだね、うん、でなんか別に古さを感じない。そうですね、しみるなって感じ。でもやっぱりこうなんかいろんなアーティストがカバーしていくことで、うん、曲ってこうどんどんなんかつながれていってるのかなっていう私の中でのイメージですけど、なのでいい曲
なんか受け継がれていく曲って何かしらやっぱりみんなカバーしたくなるのかなって思いましたね。うん。ですよね。はい。それから言ったら音楽ってほら音符だけでしょ。うん。音符って世界共通じゃん。うん。言葉は世界、ね、数カ国、数十、本当に数百に違う言語があるんだけど、うん、音符ってどこでも一緒だから。ああ、そうですね。一緒ですね。神の言葉かもしれないね。音符がですか？音符って。ん？なんていうか。神の言葉？神の言葉というか。って言うと？なんか共通させる、はい、その音楽ってなんか人の心を幸せにしたり、なんか、うん、聞いててなんか思いが出てくるんですよ。はい、そうですね。ね、なんかそれってなんかとてもいい。とてもいいな。神様が言葉を、言葉っていうか一つの言葉を作るんだったら音楽かなって、うん、例えば英語でもなく、あ、共通の言葉ってことですか。まあ、メロディーというか、あ、音符という、うん、そういうのなんか、そうですね、うん、でその、はい、まあ、音符なんですけど、うん、まあ、一つね、奏でるっていうことで、うん、スキマスイッチの奏でっていう、うん、はい、なんです。あ、いい曲ですね。あの歌詞の中にね、うん、君が大人になったその季節が、うん、悲しい歌で溢れないっていうのがいいんです、うん、好きな歌詞で、その季節が悲しい歌で溢れない、うん、大人になったのに、うん、君が大人になっていくその季節、うん、どの季節かわからないでしょ、うん、その大人になる。はい、でも何かしらなんか、あ、なんか気持ちの変化とか大人になっていく瞬間があると思う。うん、その時になんか悲しい歌じゃなが溢れていないで、なんかハッピーな曲が世の中にあってほしい、うん、っていうのは、はい、これ一方的な情報かもしれないんだけど、うん、あのアムニスティック人権協会っていうのが、はい、世界人権権宣言の元に作られたんですよ、うん、アムニスティックっていう、なんか世界の人権をこう考えていこうって、いろんなこう人種差別とか人権が踏みにじられているから、はい、で、うん、まあ、その人権の、はい、まあ、ポリス的な役割を、うん、あんまり影響力はないんだけどね、でもやっぱりなんか世界に発信していこうということで、うん、あ、でも日本でもありますよね、人権週間とか、うん、12月でしたっけ？だから月の第3週か4週はその世界人権デーみたいな感じ、うん、あ、毎月ですか？うん、なんか第3か第4みたいな感じ。大きな日もあるんだけど、人権週間、うん、はい、12月4日いいですね。うん、そこでね、出てきた、うん、あの北朝鮮の女性が言ってた言葉があったんですよ、はい、国が決めた曲しか聴けない、海外のアーティストを見たり聞いたりしたら捕まる、うん、うん、北朝鮮は、うん、まあ、これが本当にそうなのかどうなのかっていうのは実際行ったことがないからわからないんだけど、うん、彼女はそういったので縛られた自分の国っていうものを世界に PR したいっていうことでそれを伝えてた、うん、決められた曲しか聴けないっていう、なんか悲しいでしょ。そうですね、うん、だからこのスキマスイッチの悲しい歌であふれないのに誰もが好きな歌を聴ける世界っていうのがとてもいいかな。ああ、なるほど、思って、はい、ジャリカスキマスイッチ奏でて、あ、あ、あ怪しくないですか？あれあれ怪しい。あ、まあ大丈夫かな。え、ちょっと音小さくないですか？これは音楽が入らない、言葉が入って、はい、だって普通に今喋ってるけど、はい、でも音楽喋れなかったら
入らないでしょ。うん。あ、音楽が入ってないからいいんですか。そう。うん。でも今聞こえてる部分はラジオでは流れてる。でもユーストでは音楽が入ってないから、今自分たちが喋るのは皆さん聞いてますか？ユーストは流れてる。そう。これ音的には、うん、あ、響いてる。ここもいいよね。さよならに変わる言葉だな、まただ。あ、これよ、4月だ。さよならに変わる言葉を探していこう、みんな。みたいに。いいんじゃないですか。何ですか、一人でちょっとなんか盛り上がってますけど、ちょっと温度差を感じるんですが、なぜでしょうこれは。I don't know。 なんかいいんじゃん、なんかいい歌詞じゃない。うん、ね、いい歌詞だと思います。さよならに変わる言葉を僕は探してたって。あ、これのリリースの時も言おう、これ、うん、俺ずっとさ5年間いたんだけど、うん、さよならに変わる言葉ずっと探し続けていた。で、ことは答えは見つかったんですか。答えはさ、うん、さよなら。みんなずっこけますよ。いかしだな。泣き人ラジオさ、これ4曲かけてるんだ今ですか、ね、そうですよ、もう4曲かけてる。いいね、はあ、いい感じってことですか。いつもなんか1曲しかかけてないから、目標2曲ですね、じゃあ、うん、でもまだ34分だから十分、風の回廊まで、うん、あ、そっか、50分だから。あ、山田さんあと1曲いきますよ。じゃあかけますよ、うん、いい、さっきの、 あの下1のナンバーズ。ああ。うん。下1号やってメール読みますか。3月19日に来てるやつ。先週は読まれなかったけどっていうのもあるんですよ。あ、そう。でもこっちに来てないんですよね。じゃあ。メールを少し言って、その曲、その間に曲準備しとくので、はい、あ、そうですね、うん、答えもね、フェードしながら落としていきますよ。はい、君がどこに行ったのか、僕の声で守る。なんだ。いいんじゃないですか。え、脅かすなよって感じ。もうそんな言い方じゃないですって。いやいや、違いますよ、もっと優しいですからね。いやいや、絶対優しい。うわっみたいな。違う違う違う、はい、これはどっちかというと自分が受けた感情をそのまま表現してるから、うん、それでいいの。そんな声じゃないから、そこだけちょっと訂正させてください。なんか私がなんか獣みたいじゃないですか。獣でしたよ。獣じゃないですよ。落ちましたよ。いい、落ち武者だ。はい。ではメール紹介。今日ははい、メール、先週紹介できなかったメールもあるので紹介します。はい、ラジオネームが、うん、アップルパイさん。はい、リクエストフォームからメールします。聞くだけリスナーの初メールです、うん、メールを送るってドキドキしますね、うん、先週の放送は女子会でしたね。先々週になりますかね。あ、そうそう、リアルタイムのメールもあったりして、私は南さんとチャーリーさんの2人の会話と時折腹垂れる話題とメール投稿への応答がいいなといつも思っています、うん、そして私自身もそのことについて自分の考えを持つようになりました、うん、
ラジオの持つ聞き手とつながっている感じがとてもいいなと思っています。うん、なんか本当先々週はリアルタイムにこうどこかの誰かさんからリアルタイムにメールが3通ぐらい来て、それを読んでそれにすぐ即答するっていう感じの場面もあって、まあ、楽しく読ませていただきましたけど、はい、まあ女子会もありだなという、たまには。でこの操作はやっぱ大変でしたよ。そうですか。はい、これをやってる時思いました私は。チャーリーさんはいつも大変をしてるんだな。でもね、慣れたら全然大変じゃないですか。そうですか。そうそうそう、本当2人で大変大変してましたからね。慣れですかね。慣れです、慣れだ、はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネームが泣き人ラジオさん、はい、こんにちは。はい、読谷の空様、はい、お心遣い誠にありがとうございます、うん、予定通り三日坊主ですと思いきやウォーキング続いてるぜ。あ、そうなんですか。そんなに威張らなくてもいいか。まあそこそこ続いています。確かに体調良くなります。それと規則正しい生活になりつつあります。それに気づいたのは何気にベルトの穴が一つ前にはめれるようになったある日のことでした。まあお金もかからないしとてもいいことだと思います。ではチャーリーさん、みなみさん、番組最後まで楽しみに聞いています。前回は読まれなかったけどこれ採用されるかなということです。あのですね、素晴らしい、はい、前回あのワンサトシが来てたんですよ。あ、来てました、はい、同じこと言ってました。えウォーキングですか。うん、あのね、うん、なんか土曜日に番組を聞くために、はい、金曜日に今まで飲んでたんだけど、はい、飲みに行かなくなった。あらそうなんですね。こう朝行くから、そう、飲んだら、うん、結局土曜日潰れてしまうから。そうなんですよね。金曜日ってどっちかっていうと、まあ、週末で飲んでたんだけど、うんうん、なんかねこうと似たような。あら、キャンさん、そうですよね。その日も確か朝ちょっと運動してきたみたいな感じでしたよね。なんかね、うん、習慣変わったっていう。キャン氏、キャンサトシ、略してキャン氏、キョンシーみたい。これ言ったらまた山田って言われそうだからやめとこう。さあでは、はい、次のメールまで行きましょうかね、はいはいはい、ラジオネームコーヒータイムさん、はい、先日 PTA の講話を聞いたものです。帰りにいただいたハガキ、ラジオのこと、それから新聞掲載されているモノチョの森は素敵な絵と楽しい物語で読ませてもらっています。図書館に行って過去のものから見ているそうです。ずいぶん前から執筆されてるんですね。知りませんでしたよ、うん、公演では2人の漫才おしゃべりであっという間に時間が過ぎていきました、うん、山田さんが最後に朗読した詩は心に深く残りました、うん、ミス沖縄と聞いていたのでプロフィールの写真もとても綺麗でしたが、うん、詩を朗読しているときは神秘的に感じましたよ。詩、うん、ちょっと黙ってください。自分の持っているものを最大限に生かしている姿に惚れ惚れして専業主婦に甘んじている自分に何か自分も輝きたいという気持ちにさせられました。それからチャーリーさんでよろしいでしょうか、はい、学校の先生にこんな人がいるんだと思うと自分の息子も慶中に入れたい気持ちになりました。おいおい、2人のトークは楽しい中にもビリッとメッセージがあってあの場に入れて幸せでした。ラジオを聞いたときに最後にあの場所で朗読していたポラリスが聞けて涙が出ました。長くなりましたが思っていることをただ打ち続けて文章になっていません。これから山田スマイルで周りを輝かせてくださいね。リクエスト、沖縄の歌手しおりのスマイルお願いします。あ、いい歌だな。あら、しおり、なんていうことですか。しおりのスマイルです。いやいや、あのラジオネーム、ラジオネームコーヒータイムさんです。いいですよ。そうなんですよね。さあ、はい、あと1個最後のメールいきます、はいはい、ラジオネームが赤さたなさん、うん、今日は収録ですか、はい、聞きたい曲があります、うん、柏原芳恵の春なのに。あ、それもいいな。いい曲です。今聞きたい曲ですが他曲にリクエストしてもダメでした。そんなこと言われるとどっちしよう。いやー、どうします。いいですよ、チャーリーさん。あ、そうですね、山さんの少しあの私のは風の回廊で、はい、かけるんかいみたいな。、ね、いいですよ、コーヒータイムさん、はい、まずスマイル、
スマイルがしおりさんの曲ですね、はい、うん、しおりさんのスマイル、スマイルね、うん、あれだね、サンピンちゃんの歌、あー、はいはい、しおりさんの歌はゆりあげっていう歌もありましたよね、確か、ゆりあげ、はい、ゆりあげだったと思うんですが、宮城県名取市にこの閖上地区っていうところがあって、うん、こう震災で被害を受けた場所なんですけど、はい、まあ、そこに、プレゼントというか捧げる歌っていう感じで、確かしおりさんが作ってる歌だったと思います。はい、はい、スマイル、では、はい、おかけしましょう。しおりでスマイル。スマイルは、スマイルはって、しおりは、うん、サトシの、うん、三つ後輩。あ、あ、そっか。棚原涼たちと同い年ですね。確か。生徒会長。へえ。首里東？首里中から、うんうん、生徒会長だったんだ、うん、だから、うん、首里中でプロモーションビデオ撮ったのが今これ。へえ。今流れてるのが、うん、首里中の音楽と首里中学校で、ね、撮ったピープロモーションビデオ。しおりさんね、うん、自分で曲作って、うん、それでなんかいろいろ活動してたんだけど、うん、ある先生と出会って、うん、人権のなんか歌を書いてくれない、作ってみないってなって、うん、でその先生がなんか人権関係のいろんなことをしてて、はい、それとタイアップしてできたのがこのスマイルっていう、うん、じゃあその先生とタイアップした曲なんですね。そうそうそう。うーん、その先生も、うん、途中で先生辞めて、うん、こういった活動してあれ、うん、音楽活動ですか、うん、こういった人権に関わるエイズだとか、それからそのいじめに関わるものとかのいろんな活動をして、うん、へえ、今どこにいるんですか。なかなかそういったもう授業もあってっていうのができないから、あ、いろんなところ講演回って、へえ、発信する側ですね。テッドっていう番組知ってますか？え、あの、あれ、え、講演番組。熊野？あ、なんか講演、講演するんですよ。なんか、あー、はい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 。私あれめっちゃ好きで、あ、また最近もあのポッドキャストで見れるんですけど、うん、あれさ、はい、最初にあの説明するリチャード・スクリンダマスミスティ、あれかっこよくない？イリノイ州からお届けしていますみたいな、めっちゃかっこよくない？イリノイ公開声とか、うん、そのあの流暢な説明の仕方、はい、アイムなんとかなんとか、日本人ですか？日本人。ああ、何さんでしたっけ？あれは確かにポッドキャストでも、うん、見れる見れる見れる、あるんですよ、うん、あ、ほらポッドキャストはテッドでやったのを自分あそこでやったよ、うん、あっちで何ですか？用語園、え、中和園で、はい、なんだこれでやったら、これテッドでやってたんだよ。あ、そうなんですか、うん、へ、これやるだけで、うん、世界の木が1日に8000本そう、うん、1日に8000本ですよみたいな。あ、なるほど。なんだっけな、最初なんかダメな学校を、うん、このなんだっけな、有名な学校にこの受験で合格させるまでにの生徒に育てた校長先生みたいな人が話してて、もうなんかすごい
泣けましたね。うーん、これは外国の話？外国の先生の話で、こうアメリカのどこの州だったかな、フィラデルフィアっていう州、すごい貧しい町で、うん、こう貧困が多くて、うん、だからこの教育がこう行き届いてない町でみたいな。はい、お届けしました。はい、あと何分ぐらいですか、ちなみに。はい、2分30秒です、ね、あ、もう間もなくでございますね。間もなくですね。今日は風の回廊が申し訳ございません、お届けすることができませんでしたが、来週は、はい、目いっぱいお届けしますので、お楽しみください。なんか曲っていいですね。あ、そうですね。でもなんか、うん、特に春に聴く曲っていいですね。ああ、春ソング、うん、そう、春ソング、いっぱいありますからね。あります、まあ、春ソングに関しては川口さんがいろいろテレビで語ってましたけどね。はい、まあ、今日土曜日6時からまた川口教育放送ライブありますので、うん、引き続きね、はい、生放送ですからね、聞いてください。それでは、柏原芳恵、春なのにエンディング、あとエマさん、よろしくお願いします。席89度15分 50.8 秒。これが今の北極星ポラリスの位置。宇宙の中では小さな星でも地球にとっては大切な星。動くことない道しるべ。北半球どこにいてもポラリスを見ればそれは北、位置がわかる。それでも道に迷うことがある。選択に迫られたとき、壁にぶつかったとき、心の中で迷う。そんなとき、何が道しるべになるだろう、光を照らすだろう。もしかしたらそれは生きていく中で出会う人かもしれない。ポラリスと同じく人も光をもたらす。世界では1日に49万人の子供が生まれる。ハートのある人になってほしい。世界を照らす光になってほしい。茶谷町 FM 二来からお届けしました山田みなみワンダフルワールド、50分間お楽しみいただけましたか。この番組はオリジナルプリントウェア、オリジナルプリントウェア、マトエンタープライズの提供でお送りしました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。番組入ってきますよ。